どうも、コーズです。今回ですけども、アルビレックス新潟、小島、藤原、渡辺を、マリノスがリストアップの噂ということで、朝のニュースでもね、触れたんですけど、ちょっとこれ深掘りしていこうという動画になっておりますが、新潟の3選手はマリノスがリストアップしたという噂、藤原選手に対して3年契約の3年目で移籍金0円、松原健選手の後釜としてマリノスが リストアップしているとか、小島選手、渡辺大輝選手もリストアップしているとか、まあ、そんな噂があるというふうなところで、まあ、ネットの噂アカウントも当たり外れがあるので、一つの話題程度に取られるべきですが、マリノスがその3選手を狙っていたとしてもおかしくない。おかしくない。客観的に見てもね。本当かどうかはわからないけど、狙っていてもおかしくないという話。で、まあ、小島選手は足元の技術が J でも屈指で、マリノスのスタイルには必要なピースとも言えるし、藤原選手は松原選手以上に偽サイドバック的な動きができるので重宝するでしょうと。渡辺大輝選手は、180センチ超えの左利きでセンターバックもサイドバックもできる器用さと若さは相当魅力と。まあ、角田選手もいるのでね、マリノスはね、左利きの選手って言うと。でも、ACL が決まってて、2以上が確定しているマリノスが、戦力補強に動くとして、新潟の選手を強奪するのは全然ある話かなっていうのは、まあ、あるので、もしオファーが来たとして、新潟が移留できるかがポイントになりそうであると。難しい話ですよな。どうする新潟ということで。3選手それぞれの動向の前に、一番のポイントはやっぱり松橋監督の去就かなと。いうところだと思います。新潟で3期目続投となれば、まあ、移留の可能性は3選手とも上がる可能性があると。まあ、一方で監督が交代するとなると、後任監督の選定と、まあ、路線継続かどうか次第で、まあ、選手は移留できない可能性があると。まあ、ここが一番重要な気がしますね。残留は確定させたものの、アルビレックス新潟 J1 残留確定してるんですが、まだ去就が発表されていないのは気になるところであると。監督の続投が発表されていないのは気になるところであると。いうようなところですね。じゃあ、動向、それぞれの動向を考察していくというところで。まあ、小島選手は条件次第な気がしますというところですね。まあ、現状よりも新潟が 年俸アップで提示して、競合クラブとの差が1000万以内ぐらいであれば、例えば新潟が4000万提示で、他が5000万とかだったら、まあ、松橋監督続投であれば可能性は多少上がるのかなと。まあ、これ結局選手の判断になるので推察の意見は出ないんですが、まあ、アルビレックス新潟においてリーグ戦では小島選手主戦級の扱い、でした。あのターンオーバーをしがちな松橋監督でも小島選手のスタメンは割と揺るがないっていう、まあ、何試合か阿部選手だったんですけどね、まあ、代表にも招集されたので新潟で活躍することが小島選手自身の価値を高めていることは、まあ、本人が一番理解してくれているはずと、まあ、そこの男気に期待するしかないっていうところですね。新潟でもう一年頑張るかみたいな、いうふうに思ってくれることを願うばかりであると。藤原選手もまあ条件提示次第な気がするわけです。これはもう小島選手の理屈と同様。去年まではほぼ全試合出場していたものの、今年はいくらか出場試合数が減ったと。これはコンディションによるものだと思われるので、別にその監督に嫌われてとか、そういう決してネガティブな材料ではないと。まあ、ただ年齢的にもですね、まあ、他クラブで挑戦したいと思う可能性ももちろんあるので、もうね、J1 で戦うという経験はできたので、あとはもっと大きいクラブでやりたいっていう欲があるとすれば、マリノスほどのもしビッグクラブからオファーをそうね、簡単に蹴れるかというとそうでもないだろうと。松橋監督が続投すれば多少移留確率は上がると思うんですが、だし、まあ、新潟で上を目指してほしい気持ちはサポならみんな思ってる、アルビサポならみんな思ってるはずだし、まあ、でも、もし移籍するんだったら、せめて移籍金は残してほしいと。その、噂だと、その3年契約の3年目で移籍金0円だから、マリノスめっちゃ狙い目やんけ、みたいな話があるので。もし移籍するんだったら、契約結んだ上で移籍して、移籍金、ね、落としてってほしいですね、新潟に。その、もう、全員移留できるかどうかって言ったら、結構厳しいと思うんで、出ていくにしても何かしら残してってよと。まあ、東口選手も豪徳選手もキム・ジン選手もね、結構な遺跡を残してくれましたから。本間志音選手もそうか。特に国内ライバル、まあ、J1 って同じカテゴリーで戦うライバルチームに移籍するのであれば、やっぱある程度ね、金銭的なところでの補填は欲しいので、ね、後釜取るにも金がなきゃ取れないですから。で、渡辺大輝選手に関しては多分一番他クラブからしたら狙い目なんじゃないかなっていう風に、その朝の動画を投稿した後にずーっと考えてたんですけど、渡辺大輝選手はやっぱ年俸的にもやっぱ安いんですよね。あの藤原選手、小島選手と比較しても。
現状ね。もちろん来年契約更新になったら上がると思うんだけど、こんだけ出てれば。だし、多分サポーターの中では僕もそうだったんだけど、新潟の育成出身であることで気を休めてはいけない気がしてると。新潟アカデミー、新潟育ちの選手だから、新潟多少条件悪くても残ってくれるっしょっていう風なのが、意外とそうじゃねえなっていうのは過去の傾向を思い返すとあって、まあ、実際大野選手とか渡辺新選手は新潟の育成出身ですが、他クラブへ移籍したと。2人とも新潟が J2 に降格するとき、J1 に昇格できないときに共に J1 に個人昇格したと。大野選手は J2 降格決まったときに、キャプテンだったんだが、1人だけ湘南に、J1 個人残留。渡辺新選手はアルベルト監督に割と重宝されてたんですけど、当時 J1 だった大分に個人昇格、というところで、この2人ともが新潟の育成出身なので、意外とその新潟育ちの選手だからって言って他に行かないだろうと思ったらそんなことないなっていう前例が別に大野選手だけじゃなくて渡辺新選手も含めると結構ある、複数あるということ、一つではないということがを我々は思い出さなければならないのではないかと。それを考えると、かえって新潟育ちの選手の方が宅ラビで挑戦したいと思う気持ちが強いのかもしれない。これ推察ね。あくまで豪徳選手、シオン選手のように海外挑戦して移籍金も残してくれるケースはそこまで多くないというのも事実。一番遺留に難儀するかもしれないなというのが渡辺大輝選手の印象。一番だって一番安くて一番ねどこでもできて上背もあってね左利きでって言ったらそりゃ狙うよね。海外で同じクオリティの選手を取ろう、外国籍選手で同じクオリティの選手を取ろうと思ったら多分3倍ぐらい金出さなきゃ無理だから、割安感はあるだろうなっていうのがあって狙い目なんじゃないかなとは思いました。3選手とも後釜の話をしましょう。じゃあ、3選手ともマリノスではなかったとしても引き抜かれた場合が困るので後釜として強いて言えば小島選手で言えばですよ、まあ、鳥栖のパク・イリグ選手、札幌の高木選手、町田のポープ・ユリアム選手、水戸の山口瑠衣選手、藤田の北村カイチディ選手などかなと。足元できてセービング能力もあるって大体この辺りじゃないのっていうところなんですが、パク・イリグ高木クラスじゃないとですらややトントンぐらい、まだ小島の方が上だと思うんで、まあ、小島がちょっと屈しすぎるのよね J でも。なので小島の入りは全力を上げるべきかなと。小島以上の後釜がいないっていう感じで、藤原選手の後釜を強いて言えばですね、まあ、マリノスが取るんだったらマリノスから強奪するという、まあ、小池龍太、小池龍太選手は新潟のアカデミー出身なんだが、どっちかというと左サイド主戦の選手なんですよね。小池龍太選手の方が右サイド主戦なので、小池選手だったら龍太選手の方かなと。で、浦和の秋元選手、まあ、きっと来ない、湘南の石原弘和選手、京都の福田慎之介、福田慎之介いいよね。京都戦見て僕は惚れ惚れしました。福田選手いい。で、神戸の飯野選手、飯野選手も確か新潟アカデミー出身なんじゃないかな。で、清水の山原選手などなど、まあ、上げればきりないんですけど、まあ、このレベルが来ないと穴埋まんないかなと。取れるのっていう話。そのレベル的にはそのなんだろう、ね、近しい選手はいるけど取れんのっていう話になってくるのよね。藤原選手の後釜になってくる。だから藤原選手も遺留は全力を捧げるべきであると。で、そして一番困る渡辺大輝選手の後釜、一番難しい左利きのセンターバックで考えると、まあ、京都の浅田選手きっと出ないね。で、ガンバの江川選手、これは可能性ありそう。で、不当のエンリケ・トレビザン選手、あと伊予派治ヘンリー選手、ミサオ選手、そして湘南の大野和成選手も左利きでなんですよ。で、あとは鳥栖の坂本キリア選手とかは割と狙い目かなと。山形から個人昇格して河合監督に代わりでまだ20歳とか若いんだよね。で、左利き、サイドバックも確かできる。のでそこら辺かな。だから京都、鳥栖、湘南あたりぐらいからしか強奪っていうか、そのなんかむずくねっていう、だから案外難しいのが渡辺大輝選手の公認候補かなというふうに思いました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。私が作詞して歌っている情熱のループ、アルビレックス新潟の応援ソングですね。iTunes Music、そして Spotify などの配信サイトで絶賛配信中。まだお聞きになってない方、ぜひ概要欄からチェックお願いいたします。